お面かぶった人がいる。テツコ近づいてきて。こっちこっち。よいしょ。こっちこっち、テツコ。いや、テツあれ？コ。うん。テツコ。テツコ、あ、レベル3のヘルメットゲットした。ハロー。どうも皆さん、こんにちは。ブラザーズのレオです。テツコです。ミトロです。クリアネです。さあ、今日も4人で PUBG モバイルやっていきましょう。オーケー。よっよしろしくお願いします。エランゲル。え？エランゲル。え？え？あ、何？エランゲルって。なんか、何？あ、エランゲルって場所？そう、読み方合ってるかどうかわかんないけど。どエこ？ランゲルのどこ？じゃあみんな、え？ああ、はいはい。行くスよ。クールやん。このスクールに。マップ自体が。エランゲルっていう、あるな。わかんない。わかんないけど、なんかそんな文ゆる字いが書いてあるから。なんか、やる気ないタイプのギャルみたいだね。わかんない。なんか、わかんわない。かんない。進路どうするの？わかんない。そのまま下降下ね。了解です。ドッジボールと中当ての違いって何なの？わかんない。中当てって何？なかった？ 今のない言いない方ない。何？なんか、中当いや、てって言ってるか。中当てってあっあれ？たなんかスロー。な。あった気がする。中に当てんの？中当てゲームってあったな。ドッジボールじゃないよね、なんなんか真んて。中の線がなかったよね。あれ？ここはクイックのモードかってぐらいハンドガンしかないぞ。あれ？始いまった。るあ、よ。もうなんか呼んでるよ。言ってるどうね。もテツコ呼んでるよ。え、私なの？銃声が呼んでるよ、テツコ。戦場が私を呼んでる。ここに車があったよ。ありがとう。二人乗りね、二人乗り、とりあえず。取ってきてくれから来てんな。今は取らんね。もうハンドガンしかないんだよ。どうし今よう。は通らない。ハンドガンしかない。ハンこれドガ危ンしないかな。ない。ハンドガンのサプをゲットした。なんもない。決めた。決めた。やばい。俺物資今がな日、い。ハンド気ガン分、しかない。りょうくん、アンモナイト。ハンドガンだけで行くわ、今日は。ハンドガンだけで行く。かっこいい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 っていう一発か、ヘッドショットで。かっこいいっていうか、ただの迷惑だけどね。こういうチーム戦では。ただでさえかっこいいのに、それ以上かっこよくなったら困るよね。余計やりづらくなるからやめて、そういうの。なんか、ディスってくれるんだろうなと思って待ってたのに、心がかゆい。かゆい。ムヒ塗っとく？無比塗っとく。この銃持つと大体勝てるみたいなさ、ジンクスあるからね。そう。よし、大丈夫だ。俺は今、この銃持つと大体、徹子がやられるっていう銃を装備した。なんで？わかんないおかけど、しくない？ヘッドショットで？あるのよ。よくあるのよ。この銃持って徹子を助けるシーンが。そういうことね。そういうジンクスね。762好きな人いる？7組に好きな人いる？7組はないかな。7組にはいなかったよね。待って、これどっから出んの？学校。出れる？あ、もう卒業できない？あら、留年ですか。お面かぶった人がいる。え？徹子近づいてきて。行くよ。ちょっと待ってよ。こっちこっち。よいしょ。こっちこっち、徹子。左。あっこちちこっこっち。ちですこ。左、徹あれ？子。徹 子。徹 子。あ、レベル3のヘルメットゲットした。今、完全に 怖すぎる。何？徹子の顔何？おめえって私のことだったんだそうね。だよ。あらあら。あいや、らやだ。趣味で始めたのよ、いろいろ。怖始めたのよ。日舞どう始めすて。るさ。怖す日ぎ本舞る。踊始めたからさ。俺のスコープには映ってる。本当か？ははは、さすが。映ってたね。これ、奇襲かけた方がいい感じ。
どうしよう、私全然弾が、銃弾が倒した、はい、倒しました。銃弾が全然ない。レオが援護かけてくれたんで楽勝でした。いや、なんでだ。300円でいいよ。安いな。払ってもいいかなってなる金額。300円あったら何できると思ってんだよ。うまい棒30本買える。すぐうまい棒で言うやん。みたらし団子食えるじゃん。そうだよ、みたらし団子3つ買えるね。3つってことはパックのやつ18本食えるってこと、うん、いや違う。9本かな。24本食えるってこと。それ何本入りのやつだそれ。きなこ棒ならそんぐらい食えんじゃない。きなこ棒懐かしいわ。懐かしい。あの酸っぱい梅は。いいね。なんだっけそれ。酸っぱい梅ガムみたいな。梅トラ三兄弟って、梅トラ三兄弟って、食べるときに、梅トラ三兄弟って叫びながら食べなきゃいけないの知ってた？そんなのあったの？そう。ルール。袋の裏にね、よーく見ると書いてんの。へ、読んだこと。食べる直前に、このように言ってくれる。その後どうなる？いや。しないとどうなるんだろう。いや、して食えって返したから、なんか。へぇ、知らんかった。ちゃんとしてたんだ。多分そう、しないとペナルティ。え？怖い。見られてるよ、絶対。三兄弟に、うん、ずっと見てんだ。じゃあ、俺ら、まあまあ、恨み買ってるね。何も言わずにやってるから。うん、結構それ、老後に響く。老後、嫌なやつ。じわじわ来るやつ。うん、でも、大紫一匹捕まえると、あ、爆撃地帯に入ってるよ。大紫。超消し。大紫と言った瞬間に爆撃地帯に。超消しなんだ。大紫ちゃんに恨まれてんじゃないこれ。よいしょ。本当にいるんでしょ大紫ちゃんって。うん、うん、あれ大村じゃないのよ。ああ、そうなんだ。近いの。一文字違いって言ってたよね。うん、そこ掘り下げなくていいよ。なんでいない人の話すね。レオくんよく爆撃当たってたよね、運が良くて。運が良かった。当たるんや。結構。やっぱ、一撃で死ぬ？あのね、車乗ってる時にバーンって食らったりしてた。当たりがち。当たるんや、あれ。爆撃って屋上も危ないってこと？あれ、車来た。危ない。車来たよ、注意して。どこから？ね、方向だけ。方向だけ。うん。遠いな。爆撃が落ちとるね。方向だけ。レオン、その奥に車あるじゃん。うん。うん。あ、もう乗ってるじゃん。うわ、怖っ。やばい、車や。車。うん？どこ？あぶねえ。大変そうだから行こう。ちょっとね、まあ、やばい、正面。囲まれてる。クリオネ正面。囲まれてる。ん？クリオネ、オレンジの部屋の後ろ。囲まれてる。いる。あぶねえ。うわ、あちこちから。ごめん。これ違う。ニトロさんとこ見てた。このボットやっといて。ニトロちゃん引いて引いて。車に逃げようとしてる。車今こっから見えないな。車で逃げたな。逃げた、ね、まだもう一人いる。そっち、そっち、ニトロの方にいる。まだオッケー。ちょっと見えてない。俺の方からやった。ありがとうございます。いるけどちょっと若干高いね。円の外だね。うん、もうナイスでーす。外出るわ。よいしょ、私みんなの方行こう。回復しまーす。あ、待って、こっち側にもいる。おるよ。待って、めっちゃ足音してる。ナイス。来てるわ。オッケー。見えないな。ちょっとね、坂になってるところ、外から、円の外からガーって入ってきてた。ナイス。助かった。よかった、よかった。これ危ない。
ハチスコ持ってるけどな、スナイパーがないな。いやドキドキする。いいね。怖いわ。いい流れ。うん。あと24人。あと24人。よいしょ。ドライバーだけ待ってる。みんな。まだかな、まだかなって。観光客か。お願いします。レオのツアーへ。乗ってると撃てないからね。みんなよろしく頼むよ。はーい。お願いしました。ニトロ結構ね、実物とね、後頭部似てるよ。あ？生え際の感じなんか。いや、生え際って俺、ヘルメットかぶっとるわ、今。え、だから見えてんのよ、うなじが。なるほどね。だからなんやね。いや、なんか、視聴者の皆さんに伝わりやすいかなーって。伝わったら撮って、みんな、あっそうで終わるやつやで、これ。それは流すっていうね。冷てぇなぁ。冷てぇ、冷てぇ。世知辛い世の中だよね、ほんと。ニトロさんってさ、はい。何色が好きなの？僕ですか？うん。そうっすね、僕最近は、でも黒っすかね。最近黒ばっかりですね。昔はいろいろ蛍光系でしたけど。へぇ。ギャルみたいな、ギャルみたいな黄緑着てたな、そういや。なんか最初ショックピンク好きだったよね。もうほんまの高校の最初の時はな。あ、エンドリケリ好きやったから。びっくりした、なんか円の内側とかそんな話になるのかと思って。違う。堂本剛に憧れてたから、あの頃。剛がね、ありがとうって言ってた。まあ言うてる間に23人だね。ありゃありゃ。いいね。調子いいよ。位置取りもいい感じか、じゃあ。縮まってったらこの辺に来そうな感じやから。そうだね。それだけは分かんないもんね、でも。俺も、先見の目で選んでるから大丈夫。はい。いいよ。はいよ。寝よ。おやすみ。おやすみ。お疲れ。敵来たら教えて。うん。よっかーい。縁の場合は言わなくていい。うん。オッケー。タイタニックみたいになる。俺の今日のリュックに可愛い子がついてんの知ってる？赤い子でしょ。あ、見た？うん。なんかずっとなんか生きてるあれ。ずっと動いてた。今瞬きしたかもしんない。怖っ。俺、あの、アライグマのやつ欲しい。あった？そんなやつ。アライグマ、なんか、わーってしてるやつ、あのやつ、一時期、わーってしてる。話題になった。わーってやってるやつ。ラスカル？ラスカル？違う。あの、なんか、手や、に、あ、車来たよ。車来た。どこ？うん。今、めっちゃ早いから、捉えれない。危な。さん方向。やられたよ。位置を教えてくれなきゃ。すまん。カバーできる。はい。今しゃがんでるっていうか寝転んでんな。うん。ほふく前進だね。一人。危な。俺狙われてる。一人。一応一人しか見えんかった。一人。狙われた今。そうやね。ちょっと攻撃してくれたら助かる。見えてる？かろうじて。俺な、多分狙われてんのか今。やった。危ねえ。倒した。お、ナイスです。危ない今、私もう。ギリギリの歩幅前進でかわした。危なかった。クリオネだけか。ああ、クリオネさん。お姉ちゃん。おやすみ。物資いただきますね。3スコだわ。はい。4スコクリオネさんが持ってた。私はじゃあ。弾とかもどうぞ。え、車取ったの？車隠す。ああ、なるほど。気をつけてよ。まだ一人なわけないから、多分。で、物資も落ちてきてるから。一人ね、カッキルだった。ああ、ほんま。うん。
クレネさん、じゃあ、ラジオお願いします。ラジオ、はい。今、いろいろ実況でもいいよ。何か、テーマいただけますでしょうか。テーマ、じゃあ、そうかな。ゆっくり考えていいよ。今すぐに出さなくても。することなくなるでしょう。よいしょ。この四駆いいな。実際に買いたいみたいな話してる今。え、うん、いやなんかあのいいな。ジープ乗りたい。いつかジープに乗りたい。五七五で言って。いいね。え、五七五。五七五と久々すぎて全然思いつかへん。五七五七七でもいいよ。五七五七七。いつかまた。また？また？いつかまた。見え張っちゃった。どうしようもなくジープに乗りたくなったその時は。よいしょ。じゃあ143でやって。一がむずいな。あ、あ、みたいな。あ、乗りたい、ジープ。143。143だ。素晴らしい。すげえ、さすが。車、あ、バイク。車やね、バイク、どっちや。どこどこ？どっから来てる？こっち。あ、山からやな。165。そのな、番号で言われてもな。ナイス。あ、うまいね。いいね、今の動き。ナイス。俺は今、遊びに夢中だからさ。何してんの？この屋根の上に登れるかチャレンジ。なんだそれ。ジャンプ。いいね。あの回復めちゃくちゃ持ってるんやけど、いりますか？誰か。ダメだ、これ登れないわ。いりません。大丈夫。あ、また車の音してるよ。俺だよ。いや。あ、びっくりした。レオだ。もらいます。え、緊急キットとかも、緊急キットってかあの完全回復のやつとかも。うん。1個2個あれば十分よ。うん、いらんぐらいある今。どう、鉄子ある？私1個ある。医療用でしょ、持ってる。ある。うん。じゃあ俺こんなにいらないな、回復。どんな回復。私いざ襲われた時そんなことできる余裕がないわ、多分。きっといいなぁ。ちょっと移動しよう。はい、行きますか。車、はいはい、うん、よいしょ。ちょっとエナジー飲んどか、気合い入れるわ。お願いします。あと16人だね。気合い入れようぜ。気合い入れようぜ。入れましょう。ってことでも、うわ、海が混ざった絵になってるね。やばいな。うん、完全。でもあと3チーム。ペプシコーラみたいな、ペプシコーラみたいなマークになってるよ。ビーチサイドに行きたいな。ペプシコーラってあのハンターハンターのバカンス？ねえ、違う。よいしょよいしょ。家から行くべきかな、どっちだと思う？みんなで決める。任せるよ。か、任せるし、別に円ギリギリか攻め続けるも OK よ。みんなで決めよう。正面行こう、正面。正面。正面はクリオネの意見か。うん、聞くのやめよう。正面行けるよ。いるいるいる。死人に口の下。いいぞ。おれ！うわ。いいじゃん、いいじゃん。やばい。ナイスナイスナイス。イエーイ。今の全員か、ほんま。今の全員、全員。早く回復して逃げよう。テツコなんか、でかいよ、この。熱してるこれ。あ、やばい。テツコ集まってきてる。テツコこっち来た方がいい。いいぞ。テツコこっち、今スモーク耐えてるから。盛り上がってきたぞ。実況して。実況して。盛り上がってきたぞ。で、次、テツコ、テツコを直すから、ちょっと援護、カバーを。いいチームワーク、いいチームワーク。いいよ。スモーク巻いたから大丈夫。はーい。いいね。この感じで進んでいこう。うん、やばかったー。見てる方、見てる方面白いよ、こっちの方が。クリオネの実況とともに。いいよ、前方に、銃声ですよ。140の方角ですよ。どう攻めるかだな、これ。ここで円を待つのもありかもしれないよ。待った方がいいかも。あ、スモークね、この先海だからね。位置が悪いよね。うん。後ろから来られるとやばい。あ、でもさ、もうさ、どこも平地だぜ、ここ。うん。
そうだね。大体。もう大体平地。アイテム拾ってきた。見えないなぁ、うん。特に敵は。見えないし、後ろからも来る可能性ある。武士取りに行ってんのかな、うん、一旦、いいか。後ろは大丈夫だと思うんだよね。後ろは大丈夫そう。ここは、8、4そこだね。家か、やっぱり一番やばいのは。6人いるからね。家スナイパーがやばいんか。あの、青い屋根の家とかいそうだよな。右後ろから回る、俺。右後ろ。そこの、あ、撃たれた。撃たれた。そう、うん。見えんかった。こっちからあの銃声が見えんかった。山かな。山っていうのは、ここ違う。ここ240。その名番号わかんねえんだよな。こっちの方。俺も番号打てんのかな。あ、俺もマークできるんだ。240って前方の方、こっちか。待って、やばい。後ろや。後ろのことやな。って。うん。こっちの方か。だから、気ぃつけないと。円近くの方ってこと ?240 って上の数字わかる上。わかるわかる。うん、分かる分かる。あ、こっちね。あ、そういうことか。オッケーオッケー、理解した。立たない方がいいじゃん。うん。うん、立つと打たれるね。今ちょっとこの遮蔽物ないか。索敵した方がいい。どこに潜んでるか。私じゃあ逆サイド、見てます。あ、足音すんな。あ、迫ってきた円。大丈夫。足音、鉄子。さあ、どの円になるかね。移動したと思うな、多分向こうは向こうで。どこから撃ったんだろうね、さっき。いや、でも正面に移動しなくちゃいけなくなりそうな気がする、円の動き的に。そうだね。ああ、正面ですね。正面。ちょっと右のやつを気にしつつだな。スモーク。あと4人はいるってことだから。グレネード投げようか？遠い遠い。全然当たんない。あ、もう、いいぞ。わかるよ。先に戦ってくれたら。あ、あと 4人。1人やられた。これが、チーム、1つだけのチームなのか。あっちに AWM がいるね。あ、あ、今だ。やり合ってる、やり合ってる、やり合ってる。今だ、今だ。やり合ってる。チャンス、チャンス。移動です。あの、立って歩いたら、一発でバレるからね。伏せろ。で、あんまり近くに来ないように。場所バレちゃう。はい。あの、ちっちゃい屋根付きの小屋かな？ニュートロさん。はい。五七五言っとく？この緊張感で、僕に振ります？この緊張感で。前にスモークたくね。おーい。あえてレオ君に振ろうかな。空気読んで。うん、大丈夫。空気読んで。PUBG。辛い時も一緒だよ。クリオネいないけど。あっちも3人。あっちも3人か。静けさだな。いや、向こうも伏せてる。円縮まるな、これ。もう癖のまま円に入ったらいい。うん。もう俺の後ろは大丈夫。いた。いた。うん。見えてないな、こっちはまだ。回線の合図だけちょうだい。どこにいたの、レオ君。ここにいる。なるほど。いや、聞いて。205ね。ニトロさん向いてる方だね。おっと、しゃがんだ方がいいの。もうちょっと左ぐらいにいたのかな。スモーク出た、ほら。あれか。見えないよね。見えない。見えた。届けー。立つか？ニトロ爆弾です、これ。小屋にスモークしたの、レオ君？違うなぁ。結構前の。小屋に逃げただなぁ。わ、なんかあれ？どこから今？いや、俺が投げた。ああ、そういうこと？まあでもこれは、円がもう来るから、じわじわ近づいてって。俺の前に敵いるから、ちょっとサポートしてほしい。
ああ、マジで。俺左側の俺、徹子がサポート行ける距離やけど。うん。今でも曇ってて見えないんだよね。曇ってる？曇ってる？うん。小屋の後ろにいると思うんだけどな。あかんかな、これじゃ近づいたら。まあでも、縁が来るからね。向こうもほふくでもう移動してるかもしんないよね。うん。あ、うん、スモーク焚いたんだね。私じゃない。敵。敵か。じゃあ家の裏にいるね。家の裏か。俺こっちやるわ。二人いるんだよな、こっち。あ、出てきた、出てきた。ニトロさん見えてる。やるよ。よし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 。まだいるよ。あれ生きてるの？もう一人いる。スモークにいる。あ、あ、やばいやばい。あ、どこにいるか。あ、レオ君、家の真裏に伏せてる。いや、うん、おったわ。こっち別場いる。私気絶した。ごめん。よし。レオ君。一人だわ。お願いします。それだ、レオ君見えてる。レオ君お願いします。そいつ、あと家の裏にいる、うん、家の裏のやつはニトロくんの方に行ってるね。そいつらでニトロ死去、テツコ死去。こっち来んな、こっち来んな、バカ。あ、来た来た来た、前方前方前方。ダメダメ、こいつやると多分俺後ろのやつから撃たれる。車で来るよ。車で、うわ、いたいた。うわわわわ、最高最高。落ち着け落ち着け。うわー、あー、これは難しかったね。惜しい。ただ。これは難しかった。難しかったなぁ。もうあと一歩だったなぁ。くそー、家の前の女気づかなかったなぁ。いい試合でした。見えなかったなぁ。次はみんなでドンカツしましょう。はい。はい。残り3ステージ、まだドンカツできてないステージあるんで。はい。すべてのステージをドンカチしていきましょう。はい、了解しました。ご視聴ありがとうございました。バイ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 。